11月14日、佐久市朝品の中津橋から周辺の景色を映します。これは千曲川です。そして真ん中に見えている橋は新幹線です。そして山は浅間山です。この橋は中山道にかかっている橋で、江戸時代には随分渡るのに苦労したんだそうです。今映っている竹の屋さんというのは川魚で有名なお店です。まあ、上流を見ています。八ヶ岳連峰と立科山が見えています。そして塩灘の町です。これが中山道です。そうです、ここは塩灘宿です。これが塩灘宿の町です。